どうもこんにちは、オロンです。今回は1月11日に発売されるブースターパックエターニティコードにて登場するカードを使った恐竜デッキ、こちらを作ってきたのでご紹介していきたいと思います。さて、恐竜族デッキについては以前の動画で詳しくご説明させていただきましたので、まあ気になる方はそちらをご覧になっていただければと思います。で、エターニティコードですね、この主玉獣アルゴザウルスというカードが登場しました。このカード召喚に成功すると、自分の手札の恐竜族モンスター1枚を破壊して、その破壊したモンスターと等しいレベルを持つ海竜、爬虫類、鳥獣族モンスター1体、あるいは進化薬マジックカード1枚を手札に加えることができます。まあ要するにですね、このカード究極進化薬っていう、まあ、恐竜族お達しの強力なマジックカードを持ってくることができます。こいつが来たことによってまたね、恐竜族ガチャガチャいろいろできるようになったので、まあ、今回はその動きをお見せしようと思います。使うカード、アルゴザウルスと、まあ、プチラノドンはベビヒラザウルスですね。この2枚から動くことができます。あ、ちなみになんですけど、ここ最近の動画の投稿サムネとか見ていただければなんとなくわかると思うんですけど、例によって最終的にあれが出てきます。はい、まあはい、とりあえずやりましょう。アルゴザウルスを召喚します。で、アルゴザウルス効果使います。手札のプチラノドンを破壊して、自分のデッキから究極進化薬を持ってきます。そしたら破壊されたプチラノドンの効果、自分のデッキから、レベル4以上の恐竜族モンスターを特殊召喚。ここで卵いウォビラプターを出します。ウォビラプター効果、着地した時にデッキから恐竜族モンスター1枚をサーチするか墓地に送るかします。ここでミセラザウルスを墓地に送っちゃいましょう。ミセラザウルスの効果、墓地のこのカードを含む恐竜族モンスターを2位の数除外して、除外したモンスターの数と等しいレベルを持つ恐竜族モンスター1体をデッキから特殊召喚します。1体除外してジュラックアウロ、ジュラックアウロとオビラプター使ってシンクロ召喚。ボテンコ、ボテンコ効果、自分のデッキから九死持ってきます。そしたらボテンコの効果、自分のデッキからリフンを送ってこいつのレベルを1にします。リンク召喚、はい、チューナーを含むモンスターじゃなくて効果モンスター2体でこれです。墓地送られた、防天候の効果使ってデッキから、春芸を出して、そしたら究極進化薬を発動します。このカードですね、自分の手札墓地の、中から恐竜族モンスターと恐竜族以外のモンスターを1体ずつゲームから除外することでデッキからレベル7以上の恐竜族を出すことができます。なのでここでアルティメットコンダクターティラノを出します。そしたら、最後にこの子の効果使って、はい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 、とあとこれ伏せてたん終了ですね。はい、とりあえずこれで何らか1回無効にすることができて、ドラグーンで何か1回無効にすることができて、アルコンで相手の場の表側のモンスターを裏側にできますよ。とレシピいきましょう。はい、レシピこんな感じになってます。説明文にも記載しておきますので、画面の方が見づらい方はそちらも参照していただければと思います。まあ、作業枚数簡単にね、見ていきましょう。まず、アルゴサウルス3枚です。このデッキの、まあ、言ってしまえば、その、核というか軸になるカードなので、これは3枚ですね。まあ、このデッキ本当にこいつを出して、手札の恐竜ぶっ壊して、究極進化薬持ってきて、アルコン立てようっていうのが結構コンセプトにあるので、はい、そうですね、本当にこの子は、ぜひぜひ場に出したい1枚です。で、卵イオビラプターと、ミセラ。まあ、ここら辺はなんか、恐竜族の常連って感じですね。ミセラも実はアルゴサウルス出せます。次、プチラノドンとベビゲラザウルス。ベビゲラザウルスは祝、純制限って感じで、本当は無制限になってほしかったってところありますけど、まあ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 。そうですね、さっきも言ったんですけど、そのアルゴザウルスがすごい頻繁にバンバカバンバカ出てくるので、結構ここら辺が手札に来ても、まあ、腐るシチュエーションは少なめかなとは思います。のでちょっと今回はもう入れられるだけ入れてみた次第です。それからジュラックアウロ、一応1枚です。うん、引いちゃったらドンマイで、でアルコンとドーラン、まあ恐竜の強いやつ、それから流星のモンスターたちがひとしきり入ってます。ちなみにさっきの展開、墓地にリフンがいましたので、休止で春芸を破壊してやると、春芸効果でデッキから閉館で、墓地のリフン効果で自己蘇生ってやってやると、リフンと閉館とでアークデクレアラーにアクセスすることができたりしますので、まあなので一応閉館は入れてます。まあ、別にそれができなくてもまあまあいいかなっていうところもあったりするので、はい。で、ウララとジー、それから、あれですね、ドラグーンになれるやつが入ってます。一応、レッドアイズ・ブラックドラゴンはダイナソー・リュウザキが持っていたカードなので恐竜族です。
はい、次行きましょう。究極進化薬が2枚、まあ2回アルティメットコンダクターと同じ枚数入ってるって感じです。最悪どこら出せます。で、化石調査、これほんと強いです。以上で、ワンフォーワン、これもアルゴサウルス引っ張ってくるように入ってます。次に、羽ボウキとハカノの示写、トラップカードは特にいいことないかな。で、エクストラこんな感じになってます。エクストラはなんか言うことないかな。なんか本当にほとんどもともとその恐竜族ってエクストラ使わないんで割と自由利くのでね。まあ、あれですね。エクストラに入れといて強いモンスターを入れておけばいいと思います。いかがでしたでしょうか。まあ、アルゴサウルスが意外にもその、今回はね、進化薬持ってくる要因として使いましたけど、鳥獣とか爬虫類とかにアクセスすることができるので、そうですね、エボルとかに入れてあげると意外に面白いのかなとか思ったりしました。まあ、そんな感じのカードなんでね。まあ、皆さんも自分なりのアルゴサウルス使ったデッキ作って楽しんで遊んでいただければと思います。ではここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら評価やコメント、チャンネル登録等していただけますと非常に嬉しいので、よければお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ウーロンでした。さよなら。